ラジオウエスサイドヒッツアトリエアートベース S に素敵なゲスト、今日はお呼びいたしましたラジオ DJ のデルさんです。どうもウエスサイドやってまいりました。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。それではデイルさんにいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、デイルさん、西尾は初めてですか？西尾はね、今日久しぶりに来たんですけど、途中で、まあ、西尾初めてじゃないのは確かだったんですけどね、はい、ここへ向かう途中、なんか見覚えのある看板があるなって、はいろ、はいろ記憶が蘇ってきて、でここから本当手前、距離でいうと5キロぐらいのところに、はい、ホンダクリーニングっていうクリーニング屋さんあるんですけど、そう、友達のお店なんですよ。あ、そうなんですか。お友達。そう、友達、車仲間で、はい、で、彼はスーパーセブンというルパンみたいな車を乗って、はいはい、そう、乗ってて、多分この辺で結構ボボボー言ってるのが彼だと思うんですけどねで、そこ、あ、ここら辺だったよなと思いながら、まあね、赤信号止まってる間に、はい、こう、振ってみたら、あった近いんですか。そう、近い。だから久々にやってきた感じですね。だから実際来たのはもうだいぶ久しぶり、多分7、8年ぶりかな。デールさんにとって西尾市の印象っていうのはどういったところにありますか。まあでもね、そのホンダクリーニングの、まあ、本田君っていうんですけども、彼も僕遊びに来るたびに僕に抹茶関係のね、うん、お菓子とかを毎回くれてたんで、うん、だからやっぱり抹茶っていうイメージが一番強いのかな、うん、どうしても、うん、こうデールさんラジオ番組はい、でラジオ DJ されてますけれども、うん、西尾市について何、はい、か特集を組んだりとか今までされたことって西尾市の特集はしたことがないかな。ないですね。じゃあ今日はたっぷりと西尾市の、はい、ぜひぜひいろいろ特集を教えてくださいよということで、よろしくお願いします。知らないことばっかりだと思うんで、うん、さあですね、ここからはラジオ DJ デールさんのパーソナリティについて、はい、いろいろと、お聞きしたいなと思うんですけれども、はい、デールさんはですね、はい、千葉県のご出身 で、 そ、 うです、ね、そして幼少期はアメリカの西海岸ロサンゼルスに渡ったということで、はい、まさにウエスサイ育ち。ウエスサイ育ちですね、はい、この番組にふさわしい、はい、ね、そう、ロスに住んでる人はウエストサイドとは言わないですね、やっぱね、ウエスサイですね。確かに言います、ね、うん、やっぱりこのハンドサインもあるんですか。あ、まあそうですね、それは、まあ、あんまり地元で使わない方がいいかなというハンドサインだったりするんだけども、うん、まあ、あんまり むやみやたら使わないわけですからね、うん、まあ、ここでは大丈夫ですね。そうです、ここでは大丈夫ですね、はい、西尾では、はい、安全です、大丈夫ですね、はい、だけど本当千葉、そうですね、生まれは千葉で、もう今ほとんど千葉の記憶がないんですけどもね、5歳でロスに渡ってるので、そうですね、もうほぼ記憶のスタートがロサンゼルスから、うん、はい、ですね。千葉時代の思い出したら、雪の日に、はい、ね、田舎っぺ大将っていうね、アニメがあって、はい、そのオープニングかエンディングで、大ちゃんでしたっけ、主人公、田舎っぺ大将の、はい、大ちゃんが下駄を履いて雪の日にこう歩くと下駄の下に雪が積もっちゃってっていうシーンがあったの。で、子供心に雪がある日降ったの、一番の市川の生まれたところで、はい、で、庭にちっちゃなブランコみたいなのがあった記憶が今残ってるんですけどね、幼稚園行く前にもうすぐに幼稚園に格好してるんですよ。もう幼稚園の制服着て、冬だったからなんかこう何タイツみたいに巻いて、もうすっかりもう袋がもう幼稚園にもう送り出す準備ができてるのに、雪が降ってたから夏の下駄をあえて自分で出して履いて出てったみたい で本当に積もっちゃって雪がで、その庭にあったブランコの、はい、まあ、ちっちゃいブランコのところにずっとこうしがみついてて、なかなか家にいない俺をおふくろが見つけたと思ったら、外に雪を下駄の下に雪が積もった俺がブランコにしがみついてたっていう思い出があったみたいで、だから千葉の思い出ってそれぐらいしかないんですよね。まあリアル田舎っぺ大将みたいな。そうそうそう、ほんとちょっと今ね、突然思い出したんで、うまいこと話すかどうかちょっと今不安ですけどね。千葉の記憶したらそれぐらいしか残ってないですね。そっから12歳頃まで、そうですね、ロサンゼルス8年弱ロサンゼルスで過ごして、なので日本に帰ってくるということを考えてなかったんですね。親父の仕事の関係で行って、はい、で多分うちの親父も日本に帰るつもりはなかったと思うんですけども、で妹2人いるんですけども、一番下の妹はアメリカで生まれてるし、はい、で帰ってくるなんて思ってもみなかったある年の春ですよ、はい、急に親父が会社で事例が出たから日本帰るぞって言われて、帰るってどういうこと、
行くなら分かるけど、帰るのはここでしょみたいな、ロス、はい、日本に帰るってどういうことみたいな、ほとんどもう日本語を喋れなくなってたんで、まあ、一応日本人だから日本語だけは、ね、動いてはいけないってことで日本語学校に、はい、まあ、ある意味無理やり出されてて、もうしょっちゅうお腹痛いですって、じゃあ休んでいたんですけど、へ、うん、でほぼあの親との会話は僕が英語で喋りかけて、親は僕に日本語で喋る、だから日本語を聞き取ることは結構できたんだけども、喋るのはほとんどもうあのできないというよりもなんか喋りたくないというか恥ずかしいというか、へ、うん、僕とか私っていう言葉が当時の僕の中ではダサい、なんで私なんて言えるんだろうみたいな、僕みたいなのがあって、本当に言葉の響き的にね、今は普通に使えるんだけど、だからもう Me か I しか言えない自分がいて、それで日本帰るって言われても、どうやって俺は生きていくんだろうなみたいな、戻ってみたいなね、で帰ってきて、普通の川崎市立の近くに行ってきたもんだから、まあもう変わり者ですわね、あー変なやつが来た海外からみたいな、色真っ黒に焼けてるし、髪の毛こんな長かったし、ちょうどだから1970年代 の、 あの第二次スケボーブームのど真ん中だったので、はい、もう完全スケーターですよもう 100% スケーター状態で帰ってきてるんで、もう周りの同級生からしたらロサンゼルスがすげえやつが編入してきたなっていう、もうそういう感じだもんね、なんだあれはみたいな、あいつじゃなんだあれはみたいなぐらいの、でもう、まあ、食べ物が違ったり運動量も違うからなのか分かんないですけども、ほぼもう今の大きさだったんですよ、12歳にして、でかいですね、そうほぼもう170センチあったんで、多分体重も今ほとんど変わってないんで、おそらく学校で一番でかかったでしょうね、周りの同級生がもうまだ僕の目から見ても子供っていうぐらい小さくて、大体日本人の男の子って中学校3年2年の後半から3年ぐらいから急に身長バーン伸びて、はい、で高校生ぐらいで出来上がるじゃないですか、もう中1で出来上がってたんで完成形で帰ってきちゃったからなんだあいつみたいな、周りからはね、すごい人がこう同級生でやってきたなっていうのはあると思うんですけど、うん、ご自身はカルチャーショックみたいな、その当時の日本にありました、まあ、もうまずあれ学生服ですね、爪襟、なんでここにプラスチック入ったものをつけなきゃいけないんだろうって、あ痛いじゃないみたいなそれ、日本のサイズは入ったんですか、いや、まあ、ほとんど前は閉まらないしで、まあ、着たくないものだから、とりあえず下は何そのスケーターブランドの長袖の T シャツを着た、その上に学ラン一応着るんだけど、はい、もう止めたくないから前を全部開けていくと、まあ、学校行って怒られる、はい、なんで怒られてるかわからない、はい、そもそもなんでこんな学校に勉強しに行く場所に、ええ、なんでこんな動きづらいものを着なきゃいけないっていうのを理解できない、だからまあ一言言えば問題児でしたね、でもあれですね、日本ではそれが当たり前に来てるから、うん、その考え方やっぱり暮らしたところも違うからそういうのあるんですね、うん、なんでこれを着るんだ、自分たちだと当たり前に着てたから、はい、そうですね、そうかそうか、中学校行ったら着るんだっていうふうにもう小学校の時代からそういう、まあね、あの年上の子たちを見てるんで、そうですね、制服が当たり前っていうのが日本の学校のイメージなので、そうか、西海岸ウェッサイだともうね、制服っていうとそのプライベートスクール、だから本当にお坊ちゃま、お嬢様が行くようなプライベートスクールのなんかこうギンガムチェックのなんか女の子がスカートみたいな、そういうイメージしかなかったんで、まず制服っていうのは多分大人になってそう制服を着る仕事に就かない限り制服なんて着ることはないと思ってたから、一番最初のとこからカルチャーショックですね、カルチャーショックで、そうだね、日本帰ってきてまず空港から新宿のケオプラザホテルだったかな、はい、まだ住む家が決まってなかったんで、新宿のケオプラザホテルに向かってもらったんだけども、日本ってすごい狭いよって当時のそのアメリカの友達から聞いてたんだけども、空港から走ってるその道路が、はい、何狭いって言うけど広いじゃない、信号もないしと思ったらそれは高速道路だった首都高だったで、それ後で聞いて、首都高、高速なのに2車線しかないのみたいな、そっからまずカチャーショックが始まってるわけで、初めてする日本の家に案内してもらって不動産屋さんに、それがあの川崎市の百合ヶ丘っていう駅、とある駅のね、はい、その借家の一軒家、まあ、古いね、もう地区多分もう当時で30年ぐらい経ってたような、まあ、一軒家だったんだけども、駐車場付きって聞いてて、はい、で駐車場付きって聞くと今はもう普通に普通の感覚ですよ、はい、日本の感覚なんだけど、当時は車庫付きっていうとでっかいガレージがあるっていうのがあったのに、なんか
はみ出したキッチンの窓の下にボンネットを突っ込むぐらいの、あ、これ車入るんですかっていう、なんか車庫みたいな、車庫らしきスペースが、うん、車庫らしき、そうで玄関入って、ね、まず靴のまま僕上がっていっちゃうから、不動産の人、おっと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 ってなるし靴は脱いでくださいってなるし、ほんで一回ね、その居間とか、お袋たちが寝る部屋とかお案内されて、ほんでじゃあ2階行きましょうかって言われて、で僕の部屋はってなったら、いや2階になるから、2階上がったら2階が4畳半が2間あったんですよ、うん、2階上がって4畳半の和室のど真ん中に立って、で部屋はどこにあるのって聞いたぐらいですからねクローゼットだと思ってたもう全部の全部のサイズが小さい、もうサイズ感がちっちゃくて、ここで横になったら向こうの壁と頭ついちゃうじゃんぐらいの4畳半、当時の4畳半本当にやっぱ狭くて、狭く感じてましたね、狭かったっても狭く感じて、びっくりした記憶が今鮮明に蘇ってますね。西尾ウェストサイドヒッツ、日本で初めて食ったステーキ、生姜焼きかと思いました。本当にすごい、その感覚の違いはすごいですね。確かに、あの僕もアメリカの西海岸に少しだけ住んでたことがあるんですけど、逆なんですよね。僕は日本育ちのアメリカの文化に触れたのが、だいぶ後だったので、こんなにアメリカのステーキってでかいんだ。そうだよね、でかいし分厚いしね。そうですね、 どっから食べようぐらいのなんだけど、しかもその時代で70年代80年代って今みたいな日本にもステーキができてるけど、その当時って本当になかったですね、うん、なかったですね。なのでそう、さっきちょっと話してたその川崎市の緩やかな駅前に喫茶店みたいになって、はい、である日その多分僕親父と僕以外の家族がなんか用があって晩ご飯どっか食べてくるって話なんで、じゃあ親父と僕だけで駅で待ち合わせして、はい、まあ、駅で何か食べていくかって思って、その喫茶店らしき、まあ、店に入って好きなもの食べていいよって言われて、でステーキになったってから、で俺ステーキ出ないでしょうかなって言って、 で出てきます、はい、でまず出てきたプレートにすごい厚さだから何多分7ミリぐらいのなんか黒い焼けた物体が出てきてで、その後ご飯もプレートに薄くもらえたご飯が出てきて、はい、どうぞって言われて、これ僕頼んでないですけどみたいな、生姜焼きって、そうそう生姜焼きじゃないですよみたいな、でもそれがステーキだったっていう驚きのステーキディナー。アメリカだったら何センチぐらいですか。まあ薄くても3センチ3センチで、日本だと7ミリぐらいだったショックですね。で、ちゃんとフォークとナイフ出てくる、 いらんでしょう、ナイフはみたいな、うん、っていう記憶が残ってる、ね、いやカルチャーショックですね。全然お腹いっぱいにならなかった本当に体のサイズもアメリカナイズされてるから、そう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 、胃袋もそうね、ここは食ってましたね。だからあウェッサイワンニシオ 10th anniversary、ワンニシオ 10th anniversary、 ワンニシオ 10th anniversary、 ニシオウエストサイドヒッツ、ニシオ10周年おめでとう。ワンニシオ未来